早速説明させていただきます。まずあちらに大きな看板ございます。あちらの看板、旧国鉄時代、実際に宣伝用として岡崎駅に掲げられていたものでございます。真ん中に大きく八丁味噌と書いてありますが、八丁味噌の名前の由来をご説明いたします。岡崎町から西へ八丁行ったこの辺りを以前八丁村と言いました。八丁村で作られる味噌ということで八丁味噌でございます。八丁というのは距離を表しまして、1丁が約109メートル、八丁ですから900メートル弱でございます。今もこの辺り八丁町という名前残っています。そして当社の屋号、角球ですが、当主の早川久右衛門の球、久しいという字を四角で囲みまして、角球と申します。当主は世襲制度をとっておりまして、代々早川久右衛門を名乗っております。現当主は19代目でございます。創業は1645年でございます。では進みながら、昔ながらの楽しみを説明していきます。